はい、山寺です。今日はですね、稲荷市場、元稲荷市場ですねの近くにあります、焼肉バルのですね、金ちゃんちっていうところにですね、今から行ってみようと思います。こちらね、お昼12時からの営業で、なんとですね、ちょい飲み焼肉セットっていうのがですね、12時から、14時の間と17時から19時の間にあるんですよ。これですね、1000円でですね、好きなドリンク2杯飲めて、で、ナムルとキムチと焼肉とホルモンが盛り合わせになったというところでですね、ちょっとね、食べてみたいと思います。今から行ってきますね。早速ね、店内の方ですけどね、結構ね、こじんまりとした店内ですよ。私たちはですね、店内予約があったんでですね、外の方で食べさせていただきました。これからですね、その1000円のね、ちょい飲み焼肉セットで食べるんですけども、好きなドリンク2杯ついてるっていうことでね、まずはですね、1杯目はですね、ハイボールの方をちょっと注文してみました。どんなね、セットなのか楽しみですよ。今回もですね、カオスさんと、飲み歩いております。なんかカオスさん、すごい重たそうなね、リュックサック背負ってるんだけど、大丈夫なんかなと今見て気づきましたわ。はい、ではこれからですね、食べ飲みしてみたいと思います。はい、これがちょい飲みセットですね。お肉ですね、お肉とホルモンとちょっと野菜もついてですね、あとキムチとナムルですね、もやしのナムルがついて、これで1000円ですよ。です、これにね、ドリンクが2杯ついてるんですよ。結構ね、お得じゃないですか。うん、ここなんかいいと思います。でちょっと今からね、焼肉焼いて食べますよ。それではね、お肉焼きますね。いいですね、このね、ちょっと本当はね、お聞かせしたかったんですけどね、今回もちょっとマイクのね、トラブルでごめんなさいね、本当に。うん、まずはね、1杯目のハイボールで乾杯です。うん、美味しい美味しい。やっぱりね、ハイボールってなんかね、美味しいですね。うん、結構炭酸が効いてね、なかなか良かったですね、ここのハイボールも。でまたね、今からね、焼肉を食べるんですけども、まだ焼けてないね。だからキムチ先食べますわ。うん、このキムチもね、なかなかね、本格的なね、キムチ、まあ、本格的なキムチってどんなキムチだっていう話やんけどね、僕の口に合ってるキムチっていうことです。僕の中で本格的っていうのはどんなんか分からへんけど、基準がね、皆さんいろいろありますんで、結構ね、辛くてですね、辛いだけじゃなくて、コクがあるキムチでしたね。うん、でこれでね、今からね、カオスさんとね、焼肉を焼きながらね、食べようとしてるところなんですけどね。うん、ここはね、なかなかね、良かったです。焼肉バルっていうね、バルっていうとこはね、なかなかね、あんまり僕行ってないんですけどね、なかなか良かったですね、本当に。うん、まだね、こちらのお店はね、光のお好み焼き屋さんですね。光と中畑商店のね、お好み焼き屋さんを抜けたとこにあるんですよ。抜けたとこにちょうどね、あって、角かな、すぐ分かりますわ。うん、でこれね、次ね、もやしのナムルをね、食べようとしてます。これもね、なかなか美味しかったですよ。うん、ごま油やったかな、ちょっと効いてね、いい感じにね、美味しかった。うん、でまたちょっとハイボール、これハイボールも濃いめでしたね。うん、最高。はい、いい感じでですね、お肉が焼き上がってきましたよ。うん、めちゃくちゃ美味しそうね。玉ねぎとかね、ウインナーもありましたね。うん、で今からね、お肉を食べていきたいと思います。これ何のお肉やろうな、とりあえずわからないですけど、タレにつけてですね、今からいただいてみたいと思います。はい、いただきます。あ、なかなか美味しいですね。これね、なんやろ、ハラミかな、ちょっと分からへんけどね、ちょっとだけね、軽く歯ごたえがあって、噛み締めるたんびにですね、美味しい肉汁と、このね、焼肉のタレが合いますわ。ちょっと醤油だれかな。うん、なかなかね、美味しいですよ。これでね、1000円やったらね、割とね、納得しますね。ハイボール2杯飲むしね。うん、うまいうまい。
いい感じでした。最高やわ。はい、どんどん食べていきますよ。もうこうなったらね、美味しくてね、もう酒も進むし、うん、やっぱり美味しい美味しい、本当に美味しいわ。うん、熱々、やっぱ焼きたて、まあさらに焼肉やから焼きたてやね、焼肉が焼きたてじゃなかったらおかしいわね。うん、うまいうまい。もうカオスさんもね、満足してますよ。うん、最高。うん、はい、次の焼肉もね、今焼いております。とりあえず裏返して、裏返してと、はい。でこれが焼き上がるまでにね、もう玉ねぎがいい感じで焼き上がってきてるんで、玉ねぎをいただきたいと思いますわ。うん、玉ねぎ星人が玉ねぎをいただくということでね、これもやっぱり焼肉のタレにちょろっとつけてですね、これでいただいてみたいと思いますね。やっぱりね、玉ねぎってほら甘みがあって美味しいね。なんやろね、もうほんまにね、玉ねぎ大好きなんでね、私玉ねぎはね、焼き玉ねぎでしょ、玉ねぎの天ぷら、玉ねぎの串カツ、玉ねぎの入った、卵焼き、もう大好きですね。今さっきね、ちょっと頭がね、玉ねぎとかでやってましたけどね。ほんでもうこれもうハイボールが進みますわ。うん、もう美味しいの分かりますわね。うん、まあ玉ねぎでね、ここまで語ることもないと思うんですけどね、最高ですわ、本当に。もうね、いい一日でしたね。うん、さてさて、次のお肉も焼けてきたので、これをいただいてみたいと思いますね。タレにね、たっぷりつけて、もうタレはたっぷりつけないとね、私ね。うん、いただきます。あ、美味しい美味しい、やっぱ美味しいね。もうほんまにね、焼肉食べながらのもうね、お酒はもう幸せやね。うん、美味しい肉汁が出てきて、うん、カオスさんも肉汁が出てね、美味しいねとか言って今言うてるんですよ。うん、もうね、楽しい。もうこの会話ね、聞こえとったらね、ほんまにね、皆さんにね、聞いていただきたかったら、本当にマイクトラブルで申し訳ないことしました。すいませんね。もう次ね、2杯目いきますよ。飲み切ったので、もう1杯ね、次もハイボールをお願いしました。はい、2杯目です。うん、これいつもお決まり文句ですけどね、皆さん飲みすぎには注意しましょう。あれ、2杯目のね、グラスがちょっと違いますね。ちょっとジョッキになってますね。まあ多分量は同じと思うんですけどね、見た目がね、こっちの方がちょっとよーく入ってるように見えるけども、うん、まあまあそれはさておきですね。やっぱ美味しいですね。やっぱここのハイボールもね、濃いめですわ。うん、美味しい。もうね、食べて飲んで大満足いたしました。もうね、ここのお店いいですね。他にもね、ちょい飲みセット以外にもね、いろいろセットがありますよ。ランチの時間だったら、ね、焼肉定食が690円でね、ありますし、サービスランチだったらね、ビビンバ、クッパ、冷麺、スジカレーとかね、そんなんがね、490円で食べることもできます。で、飲み放題2時間で1500円とかもね、ありますしね、宴会コースも2980円飲み放題付き2時間ですよ。満足コース3980円飲み放題付き2時間付きですね。いろいろありますんで、ごちそうさまでした。またまた来ますね。ありがとうございました。